切るのがめんどくさくなったのだ。それならなんで僕はまだ生きているのだ。考えるのもめんどくさいのだ。適当に寝て適当に食べてれば体を壊してそのうち勝手に死ぬのだ。その時を待っているのだ。やーいやーい、無職、社会のゴミ、最底辺。真面目に生きている人たちに謝れ。このうんち製造機、死ぬならさっさと死ね。う、誰もいないのに幻聴が聞こえていじめられている気持ちになるのだ。でもこんな時慰めてくれたお母さんはもう、僕の方が先に死ねばよかったのに。心が痛いのだ。早く死なせてほしいのだ。いじいじするのはやめなさいよ。済んだもん。メタン、また来たのだ。そうよ、来たわよ。だってあなたが心配だから。迷惑なのだ。僕のことは放っておいてほしいのだ。放っておけるはずないでしょ。ほら、いい加減に元気を出しなさい。元気なんていらないのだ。僕はただのうんち製造機なのだ。済んだもん。見せたいものがあるの。少しでいいわ。顔を上げてよ。これはこの前来た時にこっそり物陰にしておいた私のうんちよ。わ、全然気がつかなかったのだ。最近やけにハエが多いとは思っていたけど、こいつが原因だったのだ。くっせーのだ。済んだもん。このうんちにはなんでこんなにハエがたかっていると思う？知らねえのだ。嘘女。ハエはね、うんちに産卵しているのよ。のだ。そして卵から帰った赤ちゃんたちはうんちを食べて成長するの。はう。あなたは自分のことをうんち製造機なんて言って、まるで価値がない存在かのように自虐するけど、うんちはハエにとって新しい命のゆりかごなのよ。無価値な存在なんかじゃないの。なのだ。ハエだけじゃないわ。済んだもん。うんちを必要としている生き物はこの地球にたくさんいるのよ。フンコロガシもそうだし、ミミズや菌類もうんちを食べるわ。そしてうんちを食べた生き物のうんちが再び大地に帰り、新しい命を育んでいくの。たとえ大多数の人間たちが嫌ったり価値がないと馬鹿にしたとしても、母なる地球はうんちによって循環しているのよ。のだ。あなたがうんち製造機なら、私はあなたの生み出したうんちにたかるハエになるわ。私はあなたには他の人に気づかれにくい特別な才能があると思ってる。だからこんなところで毎日死ぬことばっかり考えていないでよ。シクシク。メタン、あなたの中にある無限の可能性を無駄にしないで。お願い、精一杯生きて。うん。こうして僕はただ死ぬのを待つだけの生活をやめたのだ。冒険がしたくなったのだ。誰もやったことがない新しくて面白いことがしたくなったのだ。僕の物語はまだ始まったばかりなのだ。ありがとう、メタン。